チハラジュニアのキングオブディベートは、インターネットテレビ局アベマ TV 内、ニュースチャンネルアベマニュースにて、2016年9月25日から2018年9月23日の、各週日曜日の20時23時に、生配信されている討論バラエティ番組である。2016年7月17日、パイロット版である、チハラジュニアの激論、アベマコロシアムを配信。 2016年9月25日、アベマニューズチャンネルの特番枠としてスタート。月1回ペースで番組配信を行っていたが、2017年4月から各週にて配信を行っている。また、4月23日配信会については、アベマ TV1 周年記念として5時間の差しを設けた。内容は、配信会により、2つのテーマを用意しそのテーマに沿った。 ディベートを行う討論番組で、地上キー局、準キー局、地方局、BS 局の討論番組とは違い、MC であるジュニアが、自身の偏見から討論者の討論内容について、採点し、特典トップの討論者に対し、キングオブディベートの称号と景品を与える番組構成になっている。生配信中には、視聴者からツイッターで、ハッシュタグ、 キング・オブ・ディベートにてツイートを募っている。2017年4月以降は、各週で番組が配信されていたが、2018年9月23日配信分をもって番組終了となった。千原ジュニア自身は午全体に移動し、10月7日より本番組同様各週で、アベマ的ニュースショーをスタートさせる。ありがとうございます。